新型コロナウイルスに関しまして、臨時の記者会見でございます。発表項目といいますか、3点にわたっておりまして、1つは直近の感染状況、それから2つ目は医療提供体制、そして3つ目は地域観光支援事業に関わることでございます。まず、直近の感染状況のご報告を申し上げますと、今週の県内の感染状況につきましては、前の週に比較いたしまして増加基調にあります。しかし人口10万人あたりの感染者数は他県に比べ低く抑えられております。国のステージではステージの2に相当いたします。しかしながら変異株の感染割合が急速に上昇傾向にありますことから、感染力が強い変異株が急速に広がることが懸念されているというのが現況であります。そこで県民の皆様に、何て言いますか、お願いをしたいと言いますか、ぜひこの今年のゴールデンウィークは引き続き3密を避けてくださると、自分がコロナに感染しないための行動を改めてお願いを申し上げます。感染拡大地域にお住まいの方々、首都圏あるいは愛知県ですね、県境をまたぐ自粛要請がされておりますので、本県への訪問についてはゴールデンウィーク期間中は自粛をしてくださるようにお願いをしたいと存じます。また大規模イベント、すでに延期中止を決定されたイベントもございますけれども、主催者の皆様が苦渋の決断をされましたことに対しまして改めて感謝を申し上げるものであります。感染拡大地域からの移動を伴うもの、あるいは参加者が1000人を超える大規模なイベントを予定している事業者の皆様には、こちらが用意いたしました100項目のチェックリスト等によって感染防止対策の徹底を改めてお願いを申し上げます。さて2つ目の医療提供体制に関してですけれども、新しい病床確保計画を策定するための県内全病院に対しましての依頼をいたしました。これは前回山梨君からご発表したとおりでございますけれども、通常医療とのバランスを確保した最大病床として現在は422床ございますが、これに対しまして80床多い522床の確保のめどが立ちました。山梨君はじめ危機管理部の人々がこれに関しまして尽力してくださったおかげでございます。またご協力いただいた病院に対しましては御礼を申し上げます。本日常時受け入れ可能な体制に移転していただくように知事名でご依頼申し上げましたので、各病院におかれましては受け入れ体制の整備をお願い申し上げます。また限られたコロナ感染者受け入れ病院の病床を効率的に運用するためには後方支援病院のご協力が欠かせません。そのために後方支援病院として病床を用意していただける病院に対しましても受け入れについての協力を引き続きご依頼申し上げておきます。県民の皆様におかれましては、このように医療提供体制を逼迫した状態にしないことがいかに大切なのかということをご理解いただきまして、感染防止対策に最大限のご協力をどうかお願いを申し上げるものであります。3番目、この地域観光支援事業の今後の対応でございますが、地域観光支援事業について、本日現在で先ほど申しましたごとく、中止等の判断基準にあるステージ3相当には至っておりません。しかしながら、新規感染者数の増加傾向、並びに医療提供体制を確保しなくてはならないという状況を踏まえまして、事業の一部を停止することといたしました。事業の再開時期につきましては、ゴールデンウィーク明け1週間程度、県内の感染状況等を見極めた上で判断をしていくという考えでおります。これらの3つのことにつきまして、今回、担当者が出席しておりますので、それぞれの担当部長さんの方からご説明を差し上げます。よろしくお願いします。危機管理官の藤原と申します。よろしくお願いいたします。今知事からご説明がありましたうちの第1項目、お手元の資料ではですね、富士の国基準に基づく警戒レベルの発表
1ページめくりますと、日本地図が載っているものがあります。この資料でございます。今週の県内の感染状況につきましては、人口10万人あたりの感染者数が一番上の欄にございます、上の行にございます通り 5.4 人、10万人あたり 5.4 人、病床の占有率が 20.4% などとなってございます。全州に比較しますと、病床占有率が増加基調にあります。県の感染流行期につきましては、感染蔓延期の前期といたします。国のステージはステージ2に相当いたします。県の警戒レベルはレベル4、県内警戒、県外も警戒でございます。変異株につきましては、陽性者に対する割合は 64.6% となっております。前の週に比較して23ポイント増加しています。変異株へ入れ替わりが顕著になっております。感染力の強い変異株が増える中で、感染経路不明者の割合は先週と比べますと10ポイント以上、これも上昇しており、変異株の市中感染が急速に広がることを懸念しております。前の週に比べまして、この全国の比較でございますけれども、この日本地図、それから次のページをめくりますと、現在のところがございます。緊急事態宣言地域、まん延防止等重点措置地域、独自の外出自粛等を発出している地域等をここに書いてございます。この後ろの方には、さらに個別の市、町の名称が書いてございます。先週に比べ、全国では埼玉県、千葉県、神奈川県、沖縄県で、まん延防止等重点措置の適用となる都市が追加されております。全国では7県の54市町となっております。先週は7県で22市町でしたけれども、今回は7県で54市町と倍以上に増えております。感染拡大地域が拡大しております。これらの感染拡大地域へ出かけることは極力回避してください。またやむを得ず本県への訪問を予定されている方々は、マスクの着用や3密を避ける行動など、感染防止対策の徹底をお願い申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。健康福祉部の感染症対策部長山梨でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。私からはですね、医療提供体制についてご説明をいたします。お手元にですね、新型コロナウイルス感染症にかかる病床確保を依頼しましたというこういう資料をお配りをしてございますので、そちらの方もご覧をいただければと存じます。医療提供体制につきましては、先ほど知事からもご説明いたしましたとおり、新しい病床確保計画を策定するために県内全病院に対しましてお願いをしました結果、通常医療とのバランスを確保した最大病床として現在の442床に対しまして80床多い522床を確保するめどが立ちました。現時点では感染状況は第4波が始まりかけと思われますけれども、変異株の割合が高まっておりまして、いつ何時急激な感染者増につながるか分かりません。その時になって病床の準備を始めましても対応が間に合わない可能性もございますので、本日追加の80床を提供いただける病院さんに対しまして、新型コロナウイルス感染症専用の病院として常時受け入れ可能な体制に移行していただくように知事名でお願いをいたしました。各病院におかれましては、受け入れ体制の準備をよろしくお願いをいたします。また、限られたコロナ感染症受け入れ病院の病床を効果的に運用するためには、発症後10日を過ぎて感染症の病床から退院する患者を受け入れていただきます、後方支援病院のご協力が欠かせません。このため、後方支援病院といたしまして、病床を用意していただけます病院に対しましても、知事名で、受け入れについての同意をお願いをしてまいります。なお、今後、感染が拡大する傾向が見て取れた際には、外来診療や入院を制限、急ぎでない手術を先送りするなど、県民の皆様が日々受けられている医療を一定程度制限してまでも、病床を確保する必要というものが生じることが想定されます。
その際には感染症法第16条の2第1項に基づく病床確保の要請を行う必要があると考えておりまして、現時点では病院の皆様から60床の確保についてご協力いただける予定でございますけれども、プラスアルファでさらなる確保をいただけるように協力を要請をしてまいります。通常医療の必要な患者さんも数多くいらっしゃいますので、医療資源を無尽蔵にコロナ対策に振り分けるということはできません。県といたしましても、このほかにですね、宿泊療養施設の拡充ですとか、自宅療養者の健康観察体制の強化など、できうる限りの体制強化に取り組んでまいります。県民の皆様には、医療提供体制を逼迫した状況にしないことがいかに大切なのかということをご理解をいただきまして、感染防止対策に最大限のご協力をいただきますように、どうぞよろしくお願いをいたします。以上でございます。スポーツ文化観光部長上田でございます。先ほど知事の方から地域観光支援事業につきまして事業の一部を停止ということでしたけれども、具体的にですね、明日の5月1日から5月5日までの旅行に関する新規の予約、新たな予約についてですね、割引対象外といたします。さらに5月6日から予定しておりましたコンビニエンスストアでの旅行券の発行などの新たな割引制度、こちらについては事業の開始を当面延期することでいたします。この延期した事業の再開につきましてはですね、ゴールデンウィーク明けのですね1週間程度県内の感染状況等を見極めた上でですね、再開するかどうかもう一回判断したいと思っております。以上でございます。以上でございます。